看護師、美容学科 A クラス、中澤、大谷、星、松下です。私たちは雄犬の体について説明します。これは脳です。で、断面図はこんな感じになっています。で、ここが大脳で、ここが小脳で、ここが脊髄につながっています。脊髄はこんな感じになっています。で、次に眼球がこんな感じになっています。これが心臓です。断面図はこんな感じになっています。これが肺です。断面図はこんな感じになっていて、ここに肺胞があります。で、次に胃です。胃の断面図はこんな感じになっています。で、ここに糞門があって、ここに幽門があります。次に肝臓です。肝臓は断面図がこんな感じになっています。ここに胆囊があります。で、次に腎臓です。腎臓の断面図はこんな感じになっています。これは泌尿器官です。断面図はこんな感じになっています。で、腎臓から毒素が濾過されて、尿管を通って膀胱に行って排出されます。次に小腸です。断面図はこんな感じになっています。で、ここに腸絨毛があります。これらの中で脊髄、眼球、心臓、腎臓をピックアップして説明します。脊髄では中心管を取り巻くように開排室があり、その周辺を排室が覆っています。排室は有髄繊維であり、脳と脊髄を結ぶ上行性、下行性伝導路を含んでいます。開排室は H 字型を停止、前方に伸びる2脚を腹角、後方の2脚を肺角といいます。排出・開排室の形態は脊髄の各レベルの断面によって異なりますが、全般的には腹角が太く、肺開角が細長いです。腹根は運動ニューロンからの出力繊維であり、肺根は感覚ニューロンの入力繊維です。眼圧は光を捉えるために特化した感覚器官です。眼球の中央は透明なゼラチン状物質の小視体と眼房水からなり、その周りを網膜、脈絡膜と水晶体、胸膜と角膜が覆っています。前方の光の入力口は角膜と水晶体です。レンズである水晶体は晶体繊維によって保持されており、晶体繊維の付け根の毛様体筋によって曲率が調節されています。水晶体の前面には虹彩があり、瞳孔を形成しています。眼圧は眼房水の内圧によって作られますが、眼圧と血圧は相関しない。かつて眼圧の上昇が緑内障の原因と考えられたこともありましたが、眼圧上昇は緑内障の症状であることが分かっています。網膜は毛様体より後部の小視体を覆う膜組織で、光受容細胞と神経細胞を含みます。眼球の後局にあたる網膜部分は視野の中心であり、最も重要な領域です。その網膜ではこの領域に黄斑という黄色い色素を持った領域があり、さらにその中央に中心下と呼ばれるくぼみがあります。中心下には交述する肝体が全くなく、水体が高密度に存在しています。この中心下が人における精緻な知覚認識を実現しています。しかしこの中心下を持つ動物は甲骨魚類と一部の爬虫類、鳥類、そして霊長類のみです。心臓は左右の心房と心室の4室からなります。外観的には冠状動脈が走る冠状孔が心房と心室の境界であり、心房と心室には筋繊維のつながりがほとんどなく、結合組織によりほぼ完全に隔てられています。心房は心房中隔により、心室は心室中隔により左右に区分されます。右房室管には三尖弁があり、右心室収縮時に血液が心房に逆流するのを防いでいます。左房室管には
僧帽弁があり、左心室収縮時に血液が心房に逆流するのを防いでいます。左心室は全身に血液を送る強力なポンプであるため、心筋層は右心室よりも約3倍厚くなっています。右腎臓は内側で右副腎と副大動脈および後大静脈に、外側で最後肋骨と腹壁に、腹側で肝臓と膵臓に接しています。左腎臓は前方では膵臓に、内側で左副腎と副大動脈および後大静脈に、外側で腹壁に、腹側で下行結腸と小腸に接しています。腎臓の断面を観察すると、血管との関係や尿路の岸部にあたる腎板と、それに続く尿管の様子などといった腎臓の全体構成がよくわかります。腎臓の実質は肉眼的に外側の皮質と内側の髄質に分けられ、その境界部には球状動、静脈が存在します。尿は腎乳頭にある多数の乳頭孔から腎板に流れ込みます。次に骨格の説明をします。軸性骨格は頭蓋23個、脊柱26個、胸椎13個、肋骨13椎、胸骨1個含む胸郭40個、舌骨、耳小骨。次に付属性骨格です。前肢骨32椎、肩甲骨、上腕骨、頭骨と尺骨の前腕骨、手根骨、中手骨、恥骨があります。後肢骨31椎、腸骨、座骨、恥骨の間骨、大腿骨、頸骨、背骨の下腿骨、側根骨、中側骨、恥骨があります。以上で説明を終わります。